あら、ごめんなさい、こんなところにいたの？いたの？ねえ、大丈夫？そのダサいお洋服が台無し。早く新しいの買ったら。何なの、あいつら。レイチェル。レイチェル、またあいつらにやられたの？あいつら学校一持ってるのチアリーダー部、スウィーティーズだからって調子乗ってんの。本当よね、あいつら僕の憧れのフィン様も取り上がったし、僕たちラインといつもいじめるし、本当に最低。あらやだ、レイチェル、もうこんな時間、ラインズに行きましょう。その日の放課後、私たち学校一生きてるチアリーディング部スイーティーのナンバーワン美女と、学校一生きてるラグビー部アストロボーイズのナンバーワンイケメンのカップルだから人気すぎて困っちゃう。ちゃう。さあみんな練習を始めましょう。まあ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 なんでもない。まさか学校一ダサいラインズとかやカペラサークルに興味持ってんじゃないでしょうね。そうそんなわけないそうよね、なんて言ったって私たち学校一生きてるチアリーディング部スイーティーのナンバーワン美女と、学校一生きてるラグビー部アストロボーイズのナンバーワンイケメンのカップルですものね。おうもうこんな時間、岩盤浴に行かなきゃ。じゃあね。その日の帰り道、特別なスイーツをあなたにあげる、あったかい流れ。なんだよ、やっぱり好きなんだ。私たち、あなたと一緒に歌いたいなっていつも思ったの。来週木曜日5時45分から115教室で。次の日教室にて。ねえ、ワンディの全員が脱退したってニュース知ってる？知ってる。本当にショック、マジぽよイケメンだったのに。ぽよにてかさ、ラインズとかいうお肉育たないサークルのライブ見た？本当見てらんない、私たちにあんなことできないわよね。ねえフィン。おうフィン、どうしたの？いや、なんでもないよ。何？もしかしてあのお肉そださいアカペラサークルラインズとかに興味持ったんじゃない？ガラガラピン。今日は木曜日の5時45分115教室に歌いに行きましょう。うん、ちょっとどういうことよ。ごめん、俺アカペラサークルラインズに入ったんだ。はふざけないでよ、あんなにダサいダサいって一緒に言ってたじゃないのよ。でも俺やっぱり歌うのが大好きなんだ。なんでよ、アカペラなんてさ、大学生ぶってさ、生きってさ、ほえクリン、どうしてそんなにラインズを嫌うの？私知ってるんだから。何よ。あなた武蔵境の歌うた村に週5で通ってるの。それだけじゃないわ、あなたこの前白糸大地区ののど自慢大会で優勝してたの。優勝はしてない、準優勝だった。それだけじゃない、私この前選挙であなたの CD が売ってるの見たの。痛い。
本当は私も歌が大好きでずっとラインズに入りたかったの。だけどこんなにあったかく受け入れてくれるなんて思ってなかったから。みんなあなたと一緒に歌いたかった。ありがとう。みんな、ようこそライブへ。Bye-bye.